理始め栄から1953年4月19日は、李氏朝鮮末期から、大韓帝国の官僚、大韓民国の独立運動家、政治家、教育者、大韓民国初代副大統領、字は白沖な、西王、郷は聖祭、四林三陣。リアッサで代々高官を務めた家に生まれる、初動で官学を治め、1885年に科挙に、 合格士官僚としての生活を始めた。1894年には、当時開花派の政治家の一人だった、金光州の娘と結婚する。学府が新郎派の先導によって虐殺されると一時期、官職から遠ざかるものの、1905年に外部交渉を部長として官職に復帰。第二次日韓協約締結には、強行に反対し、外交部長職を辞して後も、 官職を転々としながら、日本への抵抗と近代化への啓蒙を呼びかけた。日韓併合後しばらくは、朝鮮総督府に在職したものの、官職をやめるとともに一族挙げて、満州へ亡命。満州在住の朝鮮人のために、開拓や教育に従事するとともに、吉林省に新興武漢学校を設置し独立闘争のための人材育成に携わった。 1919年に大韓民国臨時政府が樹立されるとこれに加わり、財務総長、国務委員、法務委員、法務部長、財政部長、観察委員長など住職を歴任した。第二次世界大戦後に帰国すると、ソウルに新興専門学館を開校するとともに、李正万率いる韓国独立、促成中央協議会に参加。 左右両派の対立が激しくなり、臨時政府系の政治家と、韓国民主党や李承判周囲の思惑が交錯する、中で一時期は、政界とは距離を置いた、李始栄ではあったが、南北朝鮮分裂が、確定的になると、規定の新翼弘氏や池政典、池聖典李半石紀、超託僧ともに、南部での単独政権樹立に動いた。李承判らによって、 大韓民国政府が樹立される昭和政権が成立すると同時に、李はじめ境も副大統領になるが、これは反民党への牽制としての起用という性格が濃い。朝鮮戦争では政府と共に不残に避難するものの、国民防衛軍事件の発覚から、李政権への不信を表明し1951年に副大統領を辞職した。 副大統領辞職後は陰遁生活を考えていたものの一時は出馬を脱進されていた総査作官が自ら大統領選への出馬を表明するや民主国民党から大統領候補として擁立されるも惨敗に終わるその後は理政権への独裁に反対して野党政治家と呼びかけたり逆に理政権から首相候補者として指名されるも国会から 拒否されたりしたが、1953年に避難先の富山で生涯を閉じた。朝鮮戦争が終わると国民層が挙行され、1964年に遺体はソウルへと改装された。ありがとうございます。